あら、これはまた忙しい方が来たわね。もしかして私の手伝いが必要になったのかしら。あら、もしかして。悪くないわね。中庭のしつらえも見事で、遠くの景観もまた格別。うん、とても充実した余暇になったわ。もちろん自分の家よ。ただ私の家は城外にあるわ。とても静かな場所よ。その目、もしかしてどこぞの噂を信じていたのかしら。私が個人名義の資産をかなり持っていて、生活の質に対する要求がとても高いとか。目に見えるものでさえ真実とは限らないんだから、噂なんてもってのほかよ。ええ、いい答えね。君も分かってきたじゃない。遠くに住んでいれば仕事をサボるための正当な口実として使えるでしょ。例えば参道が塞がれてしまったり、途中で道を阻む砲塔団に遭遇してしまったり、それに人が行き交う城内に住んでいると、どうしても他の人に居場所を感づかれてしまう。そうなると余計な問題が生じて標的を追う際の邪魔になるわ。それよりここは私の出入りも自由だし、予備の拠点にしないのはちょっともったいないわね。君も別に構わないでしょ。あら、もしかして。ええ、おやすみなさい。私はもう少し仕事を続けるわ。私にとって頭が最も冴える時間は今なの。断片的な手がかりを整理するには最適よ。あら、もしかして。悪くないわね。うん、とても充実した。よく、もちろん。ただ目に見えるものでさえ真実とは限らないんだから、噂なんてもってのほかよ。ええ、いい答えね。君も分かってきたじゃない。遠くに住んでいれば仕事をサボるための正当な口実として使えるでしょ。例えば参道が塞がれてしまったり、途中で道を阻む砲塔団に遭遇してしまったり、それに人が行き交う城内に住んでいると、どうしても他の人に居場所を感づかれてしまう。そうなると余計な問題が生じて標的を追う際の邪魔になるわ。それより、ここは私の出入りも自由だし、予備の拠点にしないのはちょっともったいないわね。君も別に構わないでしょ。あら、もしかして。悪くないわね。うん、とても充実した余暇になったわ。もちろん自分の家よ。ただ目に見えるものでさえ真実とは限らないんだから。ええ、いい答えね。遠くに住んでいれば仕事をサボるための正当、それに人が行き交う城、それより君も。あら、もしかして。ええ、私はもう少し。あら、もしかして。悪くないわね。うん、とても充実。もちろん。ただ目に見えるものでさえ真、ええ、遠くに住んで、それに人が行き交う、それより君も。あら、もしかして。うん、君って朝早くから元気なのね。これといった用もないみたいだし、もう少し寝かせてちょうだい。
Thank you.